それでは振り替えという技をお見せいたします。披露しますのは田子守隆と稲田門下生大鷹の戸色です。これは鷹匠と鷹匠が向かい合ってお互いの拳に鷹を呼ぶという訓練です。一見すると単純な技に見えますが、非常に大切な訓練の一つとされております。大鷹は末前と呼ばれる調教の担当者に一番なりやすく、他人の顔をよく見分けることができます。この傾向が強くなりますと人見知りのようになり、他人に据えられるのを嫌がるようになってしまうことがあります。それでは初めてお会いするお殿様に据えていただいて狩りをすることができませんので、他の人の拳でも安全だということを教えるためにこのような訓練を行います。鷹は狩りをするときに低空を飛びながら地上に降りている鳥に気づかれないように近づいて捕らえることがあります。このように風を受けずに低空で飛ぶには高い筋力が必要で、若くて筋力の低い鷹は飛びながらこのような動きを身につけていきます。それではお願いします。